はい、準備が整いました、はい、よろしいですか。はい、はい、皆さんおはようございます。はい、おはようございます。パラドックス周年祭最終日がいよいよやってまいりました。はい、この合計4日間ですね、ライブ放送をやってきたんですけども、本日が最終日となります。はい、最終日第1回目はですね、私の、初心者小田原初めてミニに乗るというコーナーをしていこうと思います。はい、はい、まずはですね、今日の流れをざっくりと説明させていただこうと思います、はい、お願いします。まず今日11時から私初心者小田原の、展示場、あ、じゃないですね、ミニ初めて乗りましょうの会を、はいはい、やっていきます。はい、で13時からは、初めてミニを購入される方って特にですね、グレード何乗ろうとか迷う方多いと思うんですけれども、うん、そのグレードについて詳しく説明をしていこうと思います。はい、はい、で次が14時からですね、はい、川本クラフト様のレザークラフトですね、はい、はい、こちらの、ご紹介をしていこうと思います。はい、こちらはオーダーメイドキーケースとございますので、はい、そのご注文方法なども合わせて一緒にご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではこれで以上ですかね。はい、じゃあ早速、はい、早速いきますか。はい、初心者小田原、実はですね、今私普段国産車に乗っていて、しかも K に乗ってるんですね、はい、のでここから、ミニ輸入車の普通車ですね、はい、初めて乗っていくので、もうまず初歩的な質問からどんどん木崎さんにぶつけていこうと思うんですけれども、はい、はい、まず今日、まずは今日今から乗る車がこちらですね、はい、はい、こちらのレンタカーですね、はいはい、F57 のコンバーチブルタイプカリビアンアクアですね、はい、はい、こちらになります、はい、でまずですね、 F57 って何というところからなんですけども、はい、例えば F56、F55 とか R56、R55 とかあると思うんですけど、はい、まず頭についてる F と R、これって何が違うんですか？ですね、はい、まあミニのモデルの違いですね、はい、F が、まあ、いわゆる現行モデルになります、はいはい、まあ、この今後ろに映っているカリビアンアクアも F、はい、はい、ですね、はい、で R というのはですね、一つ前の世代の、うん、ミニのことを指します、はいはい、ちょっと今ですね、パッとここに今 あっちにあるアイスブルーですね、はい、これが R56 というやつです、はい、で、56がこの3ドアのことを言います、はい、なので、まあ、1個前の、ミニの3ドアだったら R56、はい、で現行モデルの3ドアだったら F56 っていう風になります、はい、56が3ドアで、はい、55が5ドア、そうですね、50、まあ、55が5ドア、はい、で57が、コンバーチブルですね、はい、まあ、コンバーチブルっていうのはこの屋根が開くタイプのことをですね、まあ、広くコンバーチブルというような言い方をします。ちなみに F60、R60 っていうのがあるんですが、はい、これはクロスオーバー、これはクロスオーバーのことです、はい、で F に関して言うと54っていうのがあって、はい、それがこのクラブマンのことです。あ、こちらですね、はい、はい、ありがとうございます、ね、はい、ちなみに木崎さん、どの車が一番、もし主婦にお勧めしたいってなったらどれがお勧めですか？はい、そうですね、やっぱり使い勝手を考えると5ドアの55がいいんじゃないかなというふうには思います、はい、やっぱりなんだかんだお買い物とかをするとですね、後ろの席に荷物を置いたりとか、まあ、お子さんが乗り降りするにもやっぱり後ろの席のドアがある方が、まあ、使い勝手もいいのかなっていうところなんですね、はい、なんでうちのお店でも F55 は台数そんなに多くないんですけど、よく動いてます、回転がすごくいい車です ね、 そうなんですね、はい、はい、じゃあ人気の車種ですね、そうですね、まあ、ここに今黒い55もおりますので、はい、はい、ありがとうございます、はい、ちなみに今日輸入車初めて乗るんですけども、はい、国産車と輸入車、もし運転として違いがあるとすればどんなところが違いますか？そうですね、一番違うのと、はい、まあ、皆さんがですね、一番最初慣れなきゃいけないのがですね、はい、はい、まあ、このステアリングの周りを見てもらうと分かるんですけども、はい、はい、ウインカーとワイパーのレバーが逆です。あ、もう全く逆なんですね、はい、はい、なのでこっち側がワイパーのレバー、はい、向こう側がウインカーのレバーになります、はい、
はい、なので初めて乗る人はよくワイパーを動かします。あ、そうですね、はい、今日私もなんか何回かやりそうな気がするんですがそうですね、まあ、あとはですね、そんなに大きな違いっていうのは、はい、ないです。基本的には同じように運転をしていただけると思います、はい。まあ、細かなところをいくと輸入車だからミニだから国産とは違うっていうところはあんまりないです。まあ、ミニ特有のものとして、まあ、少し、はい、違う部分っていうのはあるんですけども、はい、はい、まあ初めて運転する場合一番気をつけなきゃいけないのはやっぱりウィンカーのレバーじゃないかなと思います。はい、分かりました。はい、はい、では早速乗っていきましょうか。行きましょう。よろしいですか。はい、じゃあドキドキのはい、はい、じゃあまずは乗ったらですね、シートのポジションを合わせていきましょう。ここでよろしいですか。はい、それがシートの前後ですね。はいはい、ブレーキをしっかり踏み切れるところまで。はい、大丈夫そうです。はい、で、次にですね、シートの高さと、背もたれの角度を合わせていきます。はい、ここがそっち側が、はい、背もたれの角度です。はい、はい、はい、で、はい、で、こっちがシートリフターといって、引っ張るとシートが上に上がっていきます。はい、あとはハンドルの位置も調整ができるようになっておりますが、下側、左手の奥の方かな、はい、そこにレバーがありますので、下にグッと下げるとロックが外れるので、高さと奥行き、前後位置も調整ができます。引っ張ると手前に出てきます。はい、でレバーをグッと上げて、はい、はい、まあ、こんな感じでシートポジションを合わせていくということですね。はい、はい、ではちょっとじゃあ僕が助手席に移動しましょうか。はい、お願いします。はい、はい、はい、ではエンジンをかけていきましょうか。はい、はい、ちなみにエンジンはこのボタンですよね。はい、ブレーキを踏んで、はい、その赤いスイッチをやるとエンジンがかかります。はい、はい、かかりました。はい、でシートベルトがこの後ろの方です、ね、はい、これだ、それが、はい、シートベルトです。はい、あ、それはドアロックのボタンですね。はい、窓を多分開けてほしいのかな。なるほど、よいしょ。じゃあちょっとシートベルトをして、はい、OK です。はい、はい、じゃあ軽く試乗ということで、はい、ちょっとドキドキですが、はい、行ってみたいと思います。せっかくなので、はい、屋根開けますか。そうですね、はい、屋根はコンバーチブルはこの真ん中のスイッチを後ろにグッと引っ張ってください。はい、すると押してる間は開けたんですね。ぐーっと開いていきます。わー、オープンカーも一回止まるので、はい、でもう一回後ろにやります。すると窓が開いてガバッと、あ、なるほど、全部がこう開いていくわけですね。わー、すごいですね。だいぶ開放感があるんですね、オープンカー。そうです、この開放感すごいですね。伝わりますでしょうか。今の時期はオープンカーが最高です。そうですね、はい、ちなみに木崎さん、サイドブレーキは、はい、サイドブレーキはこちらです。これですね、はい、はい、はい、で、でここ前にですね、ボタンがあります。ここ、はい、はい、ここですね、ボタンを押して引くとドライブに入ります。はい、やりました。はい、はい、ではよろしいですか。出発しましょう。はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、あ、すごい、なんかスッと走るんですね。そうですね、走り出しはやっぱりオートマ滑らかですよね。あ、なるほど、ウィンカーもこっちに押せばいいですね。はい、ここは左に行きましょうか。はい、はい、大丈夫ですよ。はい、どうですか、軽自動車と比べるとハンドルの感じとか。ね、かなりなんか安定してる感じがします。ふわふわした感じがないというか。うんうんうん。
ちょっと本当初めて乗るときはですね、こうハンドルが重たいっていう感じる方もですねいらっしゃるんですけども、まあその分安定感があるというふうにも置き換えられるので、そうですね、はい、あの高速道路とかを走るときは逆にこういう車の方が疲れにくいです。はい。はい、もうこのままいいですよ。この方を左ですね。はい、左です。はい、間違えましたね、はい、もう一度下に、あ、もう一度下に、はい、もう一回下ですね下、はい、止まったかな、はい、はい、今メタウンの前の、はい、来ました。木崎さん、なんかよくミニについて調べてると、はい、ゴーカートヒーリングっていう言葉が出てくるんですけど、はい、そうですね、まあ、ステアリングとかがですね、まあ、非常にクイック、すごくダイレクト感があると、はい、まあ、それがさっき言ったステアリングがちょっと重く感じるっていうところにもつながるんですけど、はい、やっぱりですね、まあ、ステアリングの動きに対して車の反応がすごく速い、はい、まあ、よりこう思った通りに車が動いてくれるっていうようなところでゴーカートフィーリングってよく言われます。運転が好きな方にそうですね、はい、こう曲がって、はい、どうですか、だいぶ緊張しますか？かなりしてますでもなんか安定した走りなので、はい、すごい運転しやすい気がします。想定していたよりもしやすいですね。ね、あの軽自動車から初めて乗り換えても、まあ、そんなに違和感なく、はい、乗れると思いますし、実際やっぱり軽自動車からの乗り換えというのも最近は非常に多いです。はい、戻ってまいりました。はい、はい、じゃあもうこのまま頭から入りましょうか。はい、はい、来ました。あ、緊張しましたね、はい、はい、到着です、はい、で、またそうですね、サイドを引いてボタンを押してレバーを前にやると、はい、はい、いう感じで、はい、はい、非常に短い時間でしたが、はい、かなり楽しかったです。楽しかったですか？はい、楽しかったですあ、緊張しました、はい、皆さんもですね、ご来店いただければ同じようにこのコンバーチブルもご試乗いただけますし、今日はですね、向こう側にある車も、はい、デモカーも含めて、ご試乗いただけます。はい、はい、ご希望の方は、GP のご試乗も、GP もできるですね、はい、僕は少し運転しましたが、かなりハードな車でしたはい、楽しめますね。はい、いろいろ楽しみがですね、はい、まだまだたくさん残っております。はい、もし周年祭が終わってもですね、こちらレンタカーとして貸し出しもしておりますし、あとは RK の方もですね、レンタカーございますので、うん、そうですね、はい、ぜひちょっと K から乗り換えたいっていう方は楽しめると思います、はい、そうですね、はい、RK は今向こうにあるメロイエローのミニです、はい、綺麗な黄色の分ですね、はい、はい、ぜひお願いいたします。はい、はい、じゃあ次はまた小田原さんがミニを買うかもしれないということでそうですね、あ、そう、小田原さんの前に僕が買わなきゃいけないですね、はい、そうですね、はい、ということで初心者小田原の、初めてミニに乗るの回でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ次はまた1時からですね。はい、1時からお願いいたします、はい、迷いどころのクーパーとクーパー S の違いっていうのを、はい、細かく見ていきたいと思いますので、はい、はい、皆さんまた1時によろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。